サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうもこんにちは、カサニマロ、理系担当弁当です。今日はですね、浪人生ですね、一浪で大学に入学する人へということでお話をさせていただければというふうに思います。で、まず、浪人生同士で仲良くなるパターンというのがあるので、結構コミュニケーションで不安がある人も、もうだいぶ安心してもらったらいいかなというふうに思います。まあ、浪人っていうのを隠しとけば、もう全然問題ないし、浪人っていうのをまあ公開しておけば、浪人生同士で寄ってたかれるので、そういう意味でもね、浪人生同士で仲良くなるっていうのはいいのかなっていうふうに思います。で、意外と浪人多いので、あまり引け目に感じる必要ないかなっていうふうに思います。まあ、これ二浪の方も一緒ですけど、あまり引け目に感じないでいいというふうに思いますね。で、二つ目なんですけど、これ結構こういうパターンもあるのかなっていうふうに思っていて、浪人であることを1ヶ月隠すパターンでですね、まあちょっと隠すの嫌だなとか、隠すのすごいなんか罪悪感あるなとか、引け目感じるなっていう人は隠さなくていいんですけど、なんか聞かれた時は、まあ浪人、まあ1ヶ月隠した方が隠してもいいと思うし、例えば僕の友達だったら、こう歩いてたんですよ。こうその辺歩いてたら、これ僕ね。で、友達の A 君っていう人がいて、で、僕はね、1年生なんですけど、僕この人1年生なんですけど、この2年生の人がいて、2年生の服を着てるんですよね。で、そしたらば僕としてはこの人、あ、先輩やっていうふうに思うわけじゃないですか。で、なんですけど、こいつとこいつがめっちゃタメ語で喋りよったんですよ。で、どういうことかっていうふうに聞いたら、高校の同級生なんですって。で、僕そこで、あ、この人浪人生なんやっていうふうに知ったんですよ。で、まあ、っていう感じで結構もう後からバレていくっていうパターンもあるから、浪人であることを1ヶ月隠すっていうのも一つはね、あるのかなっていうふうに思いますね。別にそれは悪いことでも何でもないと思います。まあ、特にね、なんか、金岡千尋とか宮廷とか行っちゃうと、もう相当浪人も多いからいいんですけど、なんか、もっと下というか、めっちゃ学歴が高いわけじゃない大学とかって、めっちゃ浪人生が多いわけじゃないから、こういう戦略もね、一つありえるのかなっていうふうに思います。あ、そこまで気にする必要ないよ。そこまで気にする必要ないけど、気にする人はね、気にする人は1ヶ月隠してもいいかなっていうふうに思います。気にしなくていいです。いいですか？大前提としては気にしなくていいです。だと、もう同い年っていうふうに、同い年だから、同い年として考えればいいですから。だから浪人生に敬語を使うとかそんなことないですからね。もう学年社会なんで、1年生は1年生同士で、敬語は使わないし、まあ、10浪とか15浪とかしとったらさすがに敬語使いますけど、1浪2浪ぐらいで敬語使わないですからね。はい。で、3番、これちょっと僕的な持論なんですけど、浪人生は仕事ができるしコミュ力が強いです。なんでかというと1年分余計に生きてるんで、自分の体の使い方も知ってるし、浪人でこういうふうに自分は勉強したらいいんやとか、こういうふうに効率的に自分の体使ったらいいんやとか分かってるし、まあ会ってきた人の人数も予備校1年通っとったっていうので倍にね膨れ上がってるし、っていう意味で仕事もできるしコミュ力も強いです。なのでそういう意味で自分はできる人間なんやっていうことを相当自信持ってください。タメ語こそ使われるけど、他の現役生より優秀です、あなたは。なので、優秀だぞっていう自己肯定感を持っておいていいと思いますよ。っていうので、浪人生は仕事ができるし、コミュ力が強いっていうのはね、肝に銘じて生きていけばいいというふうに思います。なんで、まあ、結論気にしなくていいと。結論気にしなくていい。まあ、書きます。もう、せっかくなんで書きますけども、もう結論気にしなくていいってことです。気にすんなってことですね。ちょっともうマイクが落ちてちょっとぐちゃぐちゃなんでね。やばい。転居しないといけないのに、これが落ちたから汚い。気にすんなってこと。もう終わります。はい、バイバイ。はい、バイバイ。